あ、ゆい、こっちこっち。ゆい、早くお母さんのこと思い出せるといいね。私？ああ、私はお母さんと二人暮らし。うん、そうそう。ああ、うち父親とは離婚したんだわ。うん、いやいや、言って言って。前はさ、いつもお母さんと喧嘩しててさ、私の目の前で。私もそんな姿見たくなかったからさ、そんな感じ。ねえ、ユイのお父さんって。何？ユイ、ちょっと。あれ、ユイの友達の、その、イカとかエビとか、そういうやつ？あ、そう、わかってるわよ、それくらい。
行け行け。私にもわからないわよ。ただ長いことずっと昏睡状態で、両親のこととか全然思い出せなくて、何か手がかりがないか探しているところ。
口の中に吸い込まれたなってことは分かった。でも不思議とそこはなんだか懐かしくて、すごく心の底から安心できる感じで、あ、そっか、まだ両親の仲が良かった時にさ、あの頃はよく二人に見守られて、こんな風に安心して眠っていられたっけ。どこ？ここ。あの神殿さんに助けてくれたのかな？誰かいる。ねえ、ちょっと、さっきの声、あんたなんでしょ。あ、もうしっかりしてよ。どうしよう。あ、そうか、人工呼吸。おっしゃ、行くわよ。はじめまして。この子が私の手を握る。この子が見てきたユイの記憶が私の頭の中に流れ込んでくる。その記憶はユイがお父さんを最後に見た夜の記憶。ただ、それはユイにとって、今思い出すには、あまりにも辛すぎる記憶で。だから、この子は私に託そうとしたらしい。いつか、ユイが目覚めて、未来へ進もうとする力が芽生えたとき、どうか私の口から、ユイに真実を伝えてほしい、と。そう思ってのことだったらしい。無事だったんだ。怪我してない？そっか、よかった。いやいや、なんでもない。あのさ、私もさ、お父さんのこと嫌いだったけど、やっぱり時々は思い出しちゃうこともあるんだが、もし今もあの頃みたいにみんなで暮らせてたらとか。あ、で
でもさ、そういう辛いことも全部思い出せるからこそ、頑張って未来をもっと塗り替えてやろうって力を振り絞れることたくさんあったからさ。だからでもそのごめん。ひょっとしてその以前は団地でお母さんと二人暮らしだったのか。いや、そのなんとなくそんな気がしたっていう。